その一部分っていうのがね、うん、半分ぐらいわからないとかのレベルだったら、はい、それはさもうちょっと簡単なのからやったりとか詳しいの読んだらとは思うけど、はい、完全にっていうワードとか一部分かっていうのはちょっとやっぱ結構気になるんで、はい、うん、ね、結構気にする人は気になっちゃうと思うんだけど、うん、だけど、うん、悩んでるよね、みんな悩んでます、うん、いやもう浪人生は本当この、ね、1ヶ月終わってその後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、うん、あと、まあ、現役生はねまだあの部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、あの部活終わってから勉強始めじゃなくてもう今から始めてほしいと思いますね、できることをね特別って形で、はい、うん、まあ、その中でねもし迷うこととかあったら、はい、ぜひ相談してほしいと思いますので、そのね受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。川上先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、理系浪人です、うん、基礎問題成功、数学3の、一部分が難しくて解説を見ても意味が分かりません、うん、武田塾さんでは、マセマの始めから、始めるを使っていますが、うん、それを見れば完全に基礎問題成功理解できるのですかという質問です。なるほど、うん、無理ですね。これは どれに対して無理ってことですか？あの基礎問題成功を初めからだけで完璧に理解するっていうことですね、はい、なるほどなるほど、はい、うん、そうですよね、うんうん、だってあの問題数少ないからさ、端の方が少なくて基礎問題の方が多いってことですね、うん、そうだから、はい、基礎問題しか扱ってない問題もやっぱあるわけですよ。問題数から言ったらそれは当然の話だけど、そうですね、だから、はい、全てを網羅することはできてないと、うん、だからさらに言うと初めからはかなり分かりやすい基礎からの説明点にやってくれてるものではあるんで、はい、だからその例えば基礎問の難しい方とかだと、やっぱちょっと辛いかなと思うんですよ、うん、そうですよね。基礎問の中でも、うん、まあ、簡単と難しい問題がありますからね、うんうん、ただこれに関して自分はその数学の勉強法とかでも割と言ってるんですけど、はい、その時点でそれ理解できることなのかどうかっていうのもちょっと難しいところなんですよね、うん、要は解けるようにすることと分かるようにすることは結構違う話で、うん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 、こう分からないから止まっちゃってるっていう、ことはあまり正直起こすべきじゃないかなと、うん、いやそれはね丁寧に理解していくってのはもちろんやった方がいいとは思うんだけど、はい、なんかその一部分が難しくてレベルだったら、うん、正直もうそこは一旦覚えて解けるようにしちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね、まあ、その後その、まあ、とりあえず例題を掴んでその後まあ、うん、新しく初見の問題解いていってそこでまあ自分で使ったものを試してみる、うん、でできるようにした方が、うん、まあ、早い可能性がありますよね。そういや、うん、解決しようと思えばできると思うの。例えば、うん、数学めっちゃ詳しい友達に聞くなり、はい、めっちゃ詳しい参考書とかね、うん、使って調べるなりってやればあるいは解決はできるかもしれない、はい、うん、けど正直、うん、解決にかかる時間を考えると、うん、割とねとりあえず解けるようにしちゃった方がいいんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、そうですよね、うん、全て疑問なく完璧に通り切るっていうのは割としんどいんじゃないかなと思うんですよね。いや、なかなかないですよね。これ別に数学に限った話じゃなくて、なんか生じた疑問を全て解決してから先に進むっていうのは受験勉強においては結構リスクが高い行為だったりするわけじゃないですか。そうですね、あんまりその受験でも時間決まっちゃってるんやっぱ、うん、時間との戦いじゃないですか。いや、うん、それもそうだし、あとは、はい、ある程度実力がついてからじゃないとわからない話っていうのは結構あったりするわけなんですよ。特に理系科目は。ありますね、ありますね、うん、はい、だからその一部分っていうのがね、うん、半分ぐらいわからないとかのレベルだったら、はい、それはさもうちょっと簡単なのからやったりとか詳しいの読んだらとは思うけど、はい、本当にさ一問二問どうしてもわからないことがあるぐらいのレベルだったら、うん、まあ、最悪今はとりあえず解けるようにして、うん、まあ、ある程度自分実力がついてから再度見直してみて、ああそういう話だったのかってね、実力ついてから見てみてもいいとは思うし、はい、もしくはもうどうしてもってことだったらそのめっちゃ詳しい人に聞くでいいんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね、うん、はい、でまあ、その聞く時間が長すぎると結局効率悪くなっちゃうんで、うん、そこはまあバランス取ってほしいと思います。そうですね、はい、なので、うん、完全にっていうワードとか、うん、一部分かっていうのはちょっとやっぱ結構気になるんで、はい、うん、ね、結構気にする人は気になっちゃうと思うんだけど、うん、だけど、うん、なんていうか前から一直線に進めるようなものでもないとは思っといた方がいいってことですね、うん、それが結局急ごう回りじゃないけど、うん、一度理解できなきゃできないで一旦とりあえず覚えて突破して後々実力がついてから本当の意味で理解するっていうことも全然悪いことじゃないんで、うん、まずはね解けるように全問正解で、うん、
問題が突破できるようにすることを最優先に考えた方がいいかなとは思いますね。はい、はい、明日参考にしてみてください、はい、今回は以上です。はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね、新企画のあの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ。そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってるのでぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について文字で、はい、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね。最強のサイトですね。はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら。本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。